なんだか今日のマトロウくん、ちょっとかっこいいね。ああ、マトロウなのにな。余計な一言。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、アメージングセブンを解明せんといかんのやけど、ん？やっぱ変わってないんか？別に変わってないな。いや、わからん。わからん。てかさ、YK の他のメンバーはさ、マジでどうなったんかがすごい気になるんやけど、YK 自体は残っとんよね。飛んでいこう。建物はまあもちろんある。びっくりした、誰かと思ったよ。知らんけど誰か。あ、普通にクラフトもできるし、お、おるやん。え、クエストや。もしかしてアメージングセブンの一つこれ。どうも。ねえ。いいところに来てくれた。君たちにお願いがあるんだ。ねえ、クマコちゃんのことは何も言わないんすか？僕が進めている新しいウォッチの開発に協力してほしい。へぇ、新しいウォッチ？お、新しいウォッチ？マジで？本当ですか？うん。クマコさんがいなくなった今、後を継げるのは残された僕たちだけだ。あ、やっぱちゃんと普通に、さらっと入れてくるんよね。だから僕は彼女が残した設計図をもとに、新たなウォッチを作りたいと思ってる。どうかな？力を貸してくれないか？ええ、もちろん。パワーアップするってこと？僕が夢見たヒーロー。Y 犬のヒロノハルキが、クマコが残した設計図をもとに、新しい変身ウォッチを作りたいとのこと。協力してあげよう。ヒロノハルキに協力して新しいウォッチを作ろう。うんうん。大人の図画工作、そういう感じ？調査開始します。よし！だったらそれ、僕に協力させてください。え？マタロウくん、いつになくやる気じゃない。どういうこと？一人。だって僕だけまだ変身できないんだよ。今度こそ僕の番でしょ。え？マタロウ、え？変身できるようになるんこれ。わーマタロウが変身するのか？そいつは見てみたいな。うん、見てみたい、それは、もちろん。マタロウくんの夢がついに叶うんだね。ありがとう二人とも。ははでもなんか、オチがありそうな気がするけど大丈夫なのか。じゃあ、あらかじめヒーローのコンセプトを決めないとね。え、今から決めるの？それで、マタロウくんはどんなヒーローになりたいの？はい。なりたい感じに変身できるんや。そんなの決まってます。僕がなりたいヒーロー。それは、シャキーンシャイニングボーイです。何それ。なんだって？え、もしかしてマトロウくんもシャイニングボーイのファンなの？あ、もうすでに、形としてある特撮ヒーローってこと？ヒロノさんもですか？ねえ。そうだったのか。だったら話は早い。二人で協力して、シャイニングボーイをモチーフにしたウォッチを作り出そう。イエーイ！はい。うまくいくんか、これ。面白そうじゃない。それで、私たちは何をしたらいいんですか？うん。まずは素材集めから頼みたい。必要なのは、未来テクノロジーが1個。そしてコロンブスの卵が1個だ。え、あるんじゃないかな。この2種類を持ってきてほしい。どれも手に入れるのが難しいレア素材ね。一筋縄じゃいかなそうかも。え、マジでレア素材なんや。てか私多分使ってないと思うけど。どっちも聞いたことあるってことは、あるってことよね。そんなん楽勝だぜ。行くぞ、マタロウ。上がるー史上最高に上がるミッションになりそう。これで本当に変身できるんならね、いいやん。シャイニングボーイのウォッチ。とりあえずナビするということで。マタロウって、ほんとシャイニングボーイ好きだよな。卵の素材は集まったかい？どんなところが好きなの？僕に渡してくれるかな？はい、どうぞ。いろいろあるけど。ずっとみんな喋るよ、ね。やっぱすごくかっこいいとこ。ありがとう。太陽の力を蓄えてるから、パワー最大。お？うん。思った通り、素材同士の相性はバッチリだ。これならエネルギーも安定する。問題なく仕上げに入れそうだよ。わあ。マジで。いや、でもここで問題発生するんじゃ。ワクワクするー。ここをこうして。で、この部分は慎重にと。だってマタロウだもの。すっと変身はできないんじゃ。完成したの？マジで？ははよし、シャイニングウォッチの完成だ。すごいおもちゃ感。めっちゃおもちゃ感。さあ、マタロウくん、受け取ってくれ。ちゃんと変身できないのでは。え？シャイニングウォッチを手に入れた。なんかきっちり。マジで。シャイニングウォッチだ。再現度高。超かっこいい。再現度高いんだ。マタロウくん！早速変身してみたら？うん、うん。それじゃあ、変身できないと見た。うわやっぱりダメだ。あ？どうしたんだよ、マタロウ。
ヒーローになるんだろ。そうだけど、いざ変身するってなったら緊張して、お腹が痛い。あれ？気持ちはわからなくもないけど、今はやめとく。いやいやいや、やる、やります。やるぞ。よし、行くぞ。シャイニングチャージ、変身。掛け声まであるのか。変身できてしまうのか。もうなんかうまくいきそうな雰囲気。なんかすごくダサいけど大丈夫。え、それで完成？シャイニングボーイ。仮面つけただけじゃないの？違う？なんか服着替えて仮面つけましたみたいな。おー。はーはっはっはー。あー、シャイニングボーイだ。これが僕だなんて。マタロウくんでしかないよ。おい、マタロウ、どんな感じなんだ？コスプレしたマタロウくんって感じ。なんだこれ、動きが軽い。自分の体じゃないみたいだ。マジで能力はパワーアップしてるってこと？すごいぞ、ヒーロー。なんか、それっぽい気持ちにはなったんかな。マタロウくん、スピードは？どのくらい速くなったの？なになになに？普通。え？風のように走れる。走るスピードも段違いだ。めっちゃなんかランニング程度にしか見えんねえけど。すごいぞ、ヒーロー。気分だけじゃない？え？今のそんなに速かった？よね、確実にそうよね。あんまり変わらないような。あれ？変だな。やっぱほら、早着替えができるようになっただけじゃないの？ねえ。どうした？何？体の不調。やったー！そういうことか。夢が叶ったわ。ありがとうございます。ヒロノさん、ありがとうございます。パワーはパワー。ああ、喜んでもらえて何よりだよ。マタロウくん、よっぽど嬉しいんだね。だな。うん。マタロウくん、よかったら性能テストをさせてくれないか？あれ？テスト？ちょっと気になることがあるんだ。どうだろう。来たー！ちょっとどころかめっちゃ気になるけどな。科学ヒーロー誕生時に起きそうなイベント来たー！もちろんやります。じゃあ準備ができたら声をかけてくれ。はい。もうあれかな、いろいろと装備とかできるようになったんかな。マタロウ。え、何もなってない。やっぱダメなんや。やっぱダメなんや。ねえ。それじゃあ性能テストを始めようか。未来科学クラブに作ってもらったパワードスーツたちの模擬戦だ。パワードスーツはパソコンが自動でリモート操作する。君たちはいつものバトルと同じように戦ってくれればいいから。ん？周りの私らもってこと？ただし、メインで戦うのはマタロウくんだ。テスト中、切り替えはできないよ。それと、マタロウくんが負けたら失敗になるから注意してね。マジか。じゃあ、周りは援護してくれる。けど、私が動かすのはマタロウってこと？では、準備はいいかな？ふぅ。シャイニングウォッチの性能テスト。シャイニングボーイに変身して大喜びのマタロウ。しかし、ヒロノには気になることがあるようで、ウォッチの性能をテストすることになった。テストに参加し、シャイニングボーイの力を試そう。シャイニングウォッチの性能をテストしよう。ヒーロータイツ。やっぱ絶対そんな感じのやつなんやないん。変身っていうか、うん。僕は離れてデータを計測してるね。それじゃあ行くよ。テストケース015、スタート。へえ、これは、何持ってんのこれ。銃？またあ、銃やなんか、光線銃みたいな感じ。あ、でもなんか、普通に体力減らしていきよる。ね、いい感じに体力を減らしていきよるような気はするけど。あ、でも受けるダメージがどんなんかわからんけん、離れて攻撃しようと怖い。あ、なんか一応技がある。待って。シャイニングエイル。今のは何？吹っ飛ばしたの？うえっと、びっくりした。ちょっと何が起きたんかはいまいち効果がよくわからんけど怖い。これはヒーローの力。待って、宇宙一。そういう感じだよね、ポーズ。ねえねえ、あ、びっくりした。え、敵みんなおらんくない？全く性能が出せていない。じゃあダメなんやん、やっぱり。おっと、科学シャーマン。何、誰これ？制御されてないやつなんじゃない？誰だ。ダメ、科学者が。ヒロノさんから音量が。マジか。
シャイニングヒール。今のは何なんやろ、攻撃技なんかな。ちょっといまいちどういう技なんかがわからない。怖いよじゃあマインドスライドするもんだ。で、私ちょっとあのアイテムが拾いたい。そーら、よっしゃー、拾う拾う拾う、拾わせてください。おっは負けない、動かせてください。うわー、オッケー、シャイニングボーイ、全宇宙の悪は僕が撃つすっかり浸っちゃってるわね。あ、みんなレベルアップしてきたよ。一応勝ったけど、どうなん？でも性能発揮できてないんやろ？ってことはやっぱりうまくいってないっていうことなんかな。大丈夫？ヒロノさん大丈夫ですか？え？僕は何を？さっきの音量はヒロノさんから生み出されたみたいだったけど。ああ、そうか。どうやら君たちには大変な迷惑をかけちゃったみたいだね。何か悩みがあるんじゃないですか？よかったら私たちに話してくれません？うん。なんだ。シャイニングボーイの出力だよ。計算よりも明らかに数値を下回ってる。え？僕は科学者として、クマコさんには遠く及ばない。それでもウォッチを作る自信はあったんだ。それなのに、やっぱ失敗作なのか、ヒロノさん。今のシャイニングボーイはせいぜい生身の 1.2 倍程度の力しかない。いや、ごめんよ。こんなはずじゃなかったのに。待って！何言ってるんですか？そんなの関係ないですよ。たとえ 1.2 倍でも、僕は変身してみんなと一緒に戦えたんです。まあ、今までよりはマシになったかなーぐらいの感じ。僕は嬉しかった。嬉しかったんですよ、ヒロノさん。え？マタロウくん。じゃあもうこれが完成形ってことで、これからも変身するんかな、はい、今は 1.2 倍かもしれない。やるぞ！でも僕がもっと頑張って強くなれば、もっとこの性能を活かせるはずなんです。ねえ。同じ 1.2 倍でも、ハンドガンじゃなく、ロケットランチャーを目指すってこと？うん。そういうこと。よし！ 1.2 倍になるってことは、生身をもっと鍛えたらもっといけるってこと？ヒロノさん、約束しますよ。僕はきっと宇宙一のヒーローになってみせます。君はすごいな。お、なんだ？あ、メダル？メダルや。Y メダル、僕が夢見たヒーローを手に入れた。おー、自分がメダルになるってなんか。いいっすね。お、メダルゲットだ。へへー。YSP ウォッチが使えないマタロウでもヒーローに変身できたし。いいことつくめじゃんか。うん。この調子でどんどん行こう。これからも変身できるってことなんかな、これは。ん？なんだい？いや。YSP ウォッチが使えない？ YSP ウォッチは YSP 能力がないと扱うことができないウォッチだ。そうか。シャイニングウォッチは YSP ウォッチを元にしている。だからマタロウ君は、ウォッチの力を 100% 引き出せなかった。あ、じゃあなんか改良できるってこと？うん。つまり、僕の設計自体は間違っていなかったんだ。あ、なるほどね。なんてことだ。今更こんなことに気づくなんて。改良できるんじゃないの？でも。よし！これからは僕もバトルで大活躍するからね。うん！期待してるよ、マタロウくん。よし！僕も負けないよ。武器とか強くはしていけるんじゃないんかな？どうなんやろ。じゃあ今度のバトルはマタロウ一人な。無理やろ。ちょ、いきなりハードル高くない？最近強いしね、敵。でもこれは、言わなくてもいいことなのかも。ねえ。マタロウくん、君にこれを受け取ってほしい。とりあえず、ヒロノくんの心はちょっと軽くなった感じやね。お、YK の求人ボードを手に入れた。持っている生徒カードをセットしよう。マジか。これ、YK の、これからまた新しいメンバーを集めて活動していくわけですね。クマコさんが抜けた穴は大きいけど、僕は必ず、この YK を立て直してみせる。ヒーローの熱い心を持った君なら、もちろん協力してくれるよね。はい。ヒロノさん。もちろんです。同じ特撮好きとして、協力は惜しみませんよ。みんなで力を合わせて、最高の YK にしましょう。ははあ、他のメンバーは？いい感じ。今一人なの？なんだか今日のマタロウくん、ちょっとかっこいいね。だな。マタロウなのにな。余計な一言。マタロウくんなのにね。ちょっと聞こえてるんですけど？目の前やし。
クエスト、僕が夢見たヒーローをバッチリ解決。いろんなメダルが揃ってきたね。何この、ここで話し出す。かなりの枚数があるけど、これだけあれば焼きそばパン買い放題じゃん。お金じゃないから。お金に換算されるんすか。メダル、ちょっとびっくりした。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねってことで、これからは多分変身できるようになったんかなって思うけん、武器とか強化していけたらいいよね。